アレクサ、音楽かけて。はい、よく聞く楽曲を再生します。高野はじめと言います。神奈川県川崎市に住む54歳です。 ALS 患者で、すでに全身が動かなくなり会話もできませんが、積極的な社会参加をしたいと奮闘しています。リハビリにも日々取り組んでいます。 ALS の告知を受けた時は、病気や生活の変化に対する知識が全くなかったので、数年で死ぬんだという絶望感しかありませんでした。私の仕事は、大企業での検索サービスの運営やアクセス解析サービスの運営をしてきました。その後独立して事業開発のコンサルティングを手掛けていました。私がどのように療養生活を工夫しているかを聞かれることも増えてきたため、ここはぜひかっこいいプレゼンテーションでお伝えしたいと考えました。そのために、手が動かなくてもパソコンを使えるようになる視線入力という技術を導入しました。さらに、パソコンの音声合成機能とパワーポイントの操作を組み合わせた重度障害者向けプレゼンシステム、ハーティープレゼンターを開発しました。もっと滑らかで自然な音声合成技術がないかと探していたところ、Amazon ポリーを見つけました。今、お聞きになっている声が Amazon ポリーの音声です。皆さん、こんばんは。今年3月に開催した私の活動報告会や、7月の KPMG ジャパントーク、サポーテッドバイ AWS で披露したところ、とても聞きやすいという声が多数ありました。普段、神経難病や重度障害者に接する機会がない方にも、我々の生活を知ってもらい、社会の支援があれば、我々も社会参加できることを知ってもらいたいのです。一方で、自分が楽しむことも忘れていません。昨年10月に、神経難病患者数組とそれぞれの仲間が協力して鎌倉散策を楽しみました。この企画を通じて新しい友人もでき、参加者にも喜んでもらえました。今年も開催するので、今から楽しみにしています。